開けてくれるとですよ、みんなね予選落ちしたと思って締め出しとるとです。本当はこういうことはしたくなかったですが、なぜこういういきさつになったか、これをちょっと見てくんじゃい。さすがにドリフト界で美空ひばりともなると一発で OK。 ちょっと酔っ払ってそうな顔してるわ。気のせいですよ。お金これはレコーディング機材、そしてその向こうで歌っているのはやっぱり飲むっけん。私何をやっとるかと言いますとですね、飲むけんロックとかいう歌が作詞作曲されとるとです、しかもその他に4曲、演歌調のものやサンバ調のもの、しかもラップまで。いやこれはですね、先週入場の時にちょっと、一言二言マイクを持ってミュージックとともにラップ調で喋りたいと、言ったところがですね、ダンロップさん本気になってですね、このような作詞作曲まで、しかもあちらにおられる方はちゃんとした人ですよ。あそこの椅子に座っている2人がですね、作詞作曲キンキキッズに歌を教えたりしとる人らしいですね。ジンとしては歌えないのむっけん。飲んだ勢いに助けられ、いつものカラオケボックス状態に。アクセル全開コントロール、回転高めにイメージ、大きく回ってアウトライン、飛距離。結構生でもうまいじゃん。それじゃ出来上がりをちょっと聞いてみよう。飲むけん歌謡ショー。曲がるとです、白い煙が舞い上がる、よう上がるとです、白煙戦隊飲むけんじゃ、白煙戦隊飲むけんじゃ。おいどんおい人だと思ったら大きな間違いばい。パンツ貸してくんしゃい。カラオケと一緒の歌い方って大丈夫とですかね。来たね、ヘアピン。パカッと開いたらお客さんがいるはずばい。てなわけで、ここ富士の選手紹介はこれだったのか。う素人が1万5000人の前で歌えるって幸せだわね。オートサロンでオンステージ楽しみにしてるよ。大変絶景ナンバー1番野村健太。どうでもいいんですけど、音楽これノブさん歌ってます。でこれ何やってるんですか、このミニコントみたいなの。さあということで降りていただきましょう。